今週も、やってみましょうですね。音楽と、リズムの運動、イストレを、やっていきたいと思います。先週は、シーナ・イーストンさんのストラト、で、踊ってみましたっていうところですけれども、今週も、まあ、椅子でできるちょっと筋トレを、リズムに合わせて、やっていきましょうというところです。最後にどの曲に合わせるかはまたそれぞれで決めていただいてもいいんですけど、私もいろいろ考えながらやってみたいと思います。今日の運動は最初は腕と足を一緒に持ち上げるという運動からです。片方ずつ持ち上げていくんですね。足をしっかり持ち上げて腕をしっかり持ち上げてという形の運動になります。これで上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろすです。上げてくるときには腸腰筋ですね、お腹のところの筋肉です。ここからクッと引き上げて、キュッと寄せてくるというイメージです。はい、全体ですね。つま先も上げてください。しっかりと持ち上げていきます。で、持ち上げてくるときに後ろに倒れないようにするために、前に向かって手を持ち上げ、上げてくる、伸ばしてくるっていう感じですね。はい、反対側の手を上げるです。はい、反対側の手を上げて足をぐっと引き寄せてくるですね。これをリズミカルに1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、そうです。引き上げてくるというところを意識しないと、足を上げようと思ったら体が絶対倒れてしまいます。引き上げてくるというところを意識しながら足を上げてくださいね。で、ちょっとカッコがつけられる人はちょっとこう横に手を置いた状態とか、ちょっと手の位置をちょっと変えてみて、こうちょっとリズミカルな感じで上げられると、後でリズムがついた時にかっこよくできるかもしれませんね。はい、もう一回行ってみますよ。体に引きつけるところを考えながら16個か行ってみます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、はい、結構です。1回目の運動は足と手の運動になりました。お疲れ様でした。